t, c, エレガンズの三種が認められている。彼らの化石は、ドイツバイエルン州のゾルンホーフェン石灰岩、ドイツ北西部のパーバック総群、フランス東部のカルケアズタシェティーズ層から発見されている。俗名のクテノカスマはギリシア語のカッパタウイプシロン、クタイス、クシカイシグマミューアルファー、キャズマ、口から名付けられている。 亜生体のーエレガンズの頭骨化石クテノカスマは、細長く伸びた口先に沿って並ぶ、非常に多数の細くて長くて湾曲して、密に並んだ歯で特徴づけられる。これらの歯は公園にく状に非常に密に並び、生体では上下学の外部に飛び出して、カゴのような形状を構成している。これまでのところこれは小型。 無脊椎動物を捕食するためにその歯を用いて、水を起こすろ過植生の生活を営んでいたと考えられている。ただし、近縁のプテロダウストロとは異なり、水を出し入れする気候は備えていなかった。その代わり、死がによって形成される輪郭は、上下額の増大した表面積によって、小動物を捕らえる、ヘラサギのような生態を想起させている。 口先は少し上に沿っており先端は丸く、歯の生えているのは顎の前半部に限られている。最大の標本では、翼界長は少なくとも1.2メートルにもなる。一方、最小の種であるクテナキャズマエレガンズは、翼界長がわずか25センチメートルしかない。生体のクテノカスマは、頭骨に沿って、骨質のトサカがあったが、若年個体には存在しない。 クテナキャズマエレガンズとクテナキャズマタークイティの両者と原生の鳥類、爬虫類の胸膜ンを比較することによって、この分類群が夜行性であり、原生の夜行性海鳥類と似たような行動様式を持っていた可能性が示唆されている。これはまた、中高生とみなされているプテロダクティルスやスカフォグナトゥスのような同時代の抑留との日地文化を示している可能性がある。 他のクテノカスマカヨクリュウと比べても大きな翼を持っており、原生の盗賊カモメ類のような飛び方をしていたのかも、しれない。C ・エレガンズの弱年個体標本、クテナ・キャズマという俗名は、ドイツの古生物学者、ヘルマン・フォンマイヤーによって1852年に密に、並んだ歯が生えた一本の下顎を元に命名され、種名は、F.A. ロエマーへの県名として、 クテナ・キャズマ・ロ・エメリーとされた。第二の種であるシー・グラサイルはアルベルト・オッペルによって1862年に不完全な頭蓋骨に対して命名された。この標本はもともとマクシミリアン・二世が国立ミュンヘンコレクションのためにイシ・ハイバーラインの収集物から1857年に購入したものである。しかしその1年前同じ種に属すると思われるより 完全な標本がワーグナーによって、テロダクトラスエレガンズとして、記載、命名されていた。種商名エレガンズは、種商名グラサイルより先に命名されていたために、この種は現在クテナキャズマエレガンズとして知られている。これとは別の標本の小型、または、幼年個体のプテロダクティルスと考えられて、テロダクトラスブレビロストリスと名付けられたが、おそらく実際には、 幼態のく手のカスまである。さらに付け加えられた種は、アイヒシュテット3の C ポラクレスタタでポールでブソナーによって1981年に命名された。ただしこの種は主に鼻先に沿う、トサカの存在をもって独立種であるとされているが、この鼻先のトサカというものは種によって異なるものではなく、むしろ成長段階や性と関連した特徴である。 ことが示されている。クテノカスマの4番目の種は、フィリップタケによって1972年に初めて記載された。唯一の標本は完全な脳箱を残した頭骨の一部で、フランスで発見されサンリジエ博物館に収蔵されていた。他のクテノカスマ標本との詳細な比較が行われた、結果、2004年に新種であると断定された。 この標本に対する竹の貢献から2007年に、クリストファー・ベネットは、この種に C ・タークイティと命名した。C ・エレガンズの若年個体標本、ハイメ・ヘッドデンによる、骨格復元図以下のクラドグラムは、アンドレス、クラークアンドシューに基づく。ありがとうございます。